東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウ八代です。秘書の浜崎美穂です。ここからはゲストをお招きしています。本日のゲストは声優の花澤香菜さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。浜崎さんのお声本当に綺麗ですよね。そんな恐れ入ります。うちの父がスカロケの、はい、ヘビーリスナー。お父様が。そうなんです。ずっと仕事しながら聞いてるんですけど、はい、浜崎さんの声ってやばいよねってメールが来ました。やばいよね。娘さんが声優でトップアスリートとしてねずっと走り続けているのに、そのお父様が こんな光栄な、うわ、お父様、お父様にメッセージ一番、いいんですか。お父様嬉しいです、ありがとうございます。今もキュンキュンキュンしてます。うちの父、ありがとうございます。光栄です、ありがとうございます。そしてですね、この番組の前は、岡本津の浜くんが、はい、トラットという番組やってますけども、はい、浜さんから、はい、一緒に作品も参加したことあるということで、はい、よろしくお伝えくださいということでございますので、浜さんはやっぱもういろいろなアーティストさんとのね、アルバムだったりとか曲でベース弾いてますんで。そうですね。どうですか、浜くんってどんな感じなんですか。その、なんか初めてお会いすると思えないぐらい、なんかこう喋りやすくしてくださってるんですよね、やっぱね。柔らかいですよね。柔らかいし、なんかお布団みたいな人だなと思う。お布団みたいな人、来週再来週お伝えしときますちゃんと。さあ、ということで初登場になりますね、はい、花澤香菜さんのプロフィールをですね、知ってる方も多いと思いますが、はい、うちの秘書から紹介させていただきます。せーの。でもそんなんじゃ、演技力の高さと透き通った唯一無二の声質で、今や日本国内だけにとどまらず中国においても絶大なる支持を受けている国民的人気声優さん。そしてアーティストとしては2012年4月にシングル「星空ディスティネーション」でソロデビュー。そしてこの度9月29日にニューシングル「ムーンライトマジック」をリリースされます。声優さんとして数多くの作品に、出演されておりまして、で例えばこういう時って代表作、たとえプロフィールの流れでご紹介したりするんですけど、はい、ご本人からしたら代表作っていう言い方がとても難しいと思いますし、難しいですね。どれも多分大事な作品だと思いますので。そうですね。でこちらからもなかなかこうね絞っていうのも難しいんですけども、はいはい、ここ最近で行って皆さんが子供も聞いている時間ですので、はいはい、そういう観点から行くとですね、はい、鬼滅の刃、あ、はい、はい、これ恋柱になりますかね。恋柱ですね、はい、甘露寺蜜璃役、はい、甘露寺役ということで、でまだこのアニメでいうと第一シーズンが終わって、はい、そして映画の作品があってということなんですけども、はい、甘露寺に関しては見せ場まだまだなんですよ。いや、もうほぼなしというか、ここからなんですよね。セリフ5行みたいな、はい、そんな感じなんですけど、だから柱として登場している鈴村健一さんも時計編で喋ってる時にそんな掛け合いしてて、はい、その見せ場まだまだ先で何年先になるかちょっと分かりませんよねみたいな。そうなんですよ。でもなんか、はい、こちらとしては楽しみが残ってるっていうか、はいはいはい、これからどういう風にやれるのかなって楽しみにしてますけどね、はい、本来の例えば漫画で言えば、はい、こう登場しなかったはずですけども映画ではちょっとこうあったりとかって、そういうアニメでまた僕たちが知らない感じで出る可能性もありますし、ああどうなんでしょうね。はいはいはい、楽しみに待ちたいなと思います、はい、それ以外にもですね、サイコパスの常森茜、はい、それからニセ恋小野寺小崎役、はい、そして五等分の花嫁、はい、中野一華役、はい、僕は個人的にお世話になってんのは3月のライオンの日向役、ひなちゃんでございます。それからですね、いくつもありますけども、あと空挺ドラゴンズ、あ、ドラゴンズ面白かったですね、はい、バナベル役ということでございますし、はい、もう今資料があるんですけども本当にめちゃくちゃあります。だからファンの方で聞いてくださってる方、いや、あれを言ってくれこれを言ってくれって多いと思うんですけども、それだけでゲストパートの時間終わってしまいそうですので、はい、すごい量ですね本当に。ありがたいです本当に、うん、
あのそしてですねラジオも好きというふうにさっきお父様の話もありましたけども、はい、え花澤香菜さんご自身もラジオは結構聞かれるんですか？ラジオ聞きますね。どういったタイミングで？移動中ですね、はいはいはい、なので結構お昼過ぎぐらいが多いんですけど、はいはい、なんか帯の番組とか聞いてると、はい、なんかあのここに生活があるなって思うんですよ。ここに生活がある。そう、なんかすごいラジオ好きな人の聞き方ですね。はいはいはい、なんかこういろんなキャラを演じさせてもらって、はい、こうあのまあ殺伐とした気分になることもあれば自分からこうかけ離れたものを演じる時もあるので、はい、なんか自分に戻るタイミングが必要で、はいはい、あ、なるほど。そうなるとここが現実だわって思えるし、あと、なるほど。そうですね。で、そのラジオを通じて、ああこれ聞きながらいろんなことしてる人がいるんだなってそこまで想像はせると、うん、なんか落ち着くんですね。すごい私も頑張ろうって思う。テレビって作られたバラエティだったりとかもありますし、はいはい、プラスじゃあそういう意味ではテレビのニュースっていうのもリアル感生活感あると思いますけども、はいはい、ラジオって本当に聞いてくださってる皆様の毎日のことが書き込みで読まれたりするから、はいはい、よりリアルな日常感ありますよね、うん、そうなんですよ。だから落ち着くんですよ。すごい。そうですよね、はい、声優の仕事の中で誰かと恋をしたり、はい、次の日には誰かを殺したり。そうそうそう、確かにそうですよ。確かにとてつもない世界に入って出てを繰り返してるんですもんね。うん、そうですね。1日になんか 3個ぐらいあったりするので。そっか、もう次の日どころか1日で役使い分けたりとか、はいはい、これ役者さんって役作りがあったりして、はい、ドラマでも最近はこう同じシーズンでも2つ3つ出てる方もいますけども、はい、撮影自体は1日1個だったりすると思うんですけども、うんうん、はい、声優さんの今お話聞いたら3つじゃないですか。これメンタル大丈夫なんですか？メンタル、いやだからこれ素晴らしいウィークだなと思って、メンタルのこと考えまくります、はい、あのやってると、うん、なんでしょうね、その自分がメンタル持ってかれることももちろんありますし、はいはい、うん、あのやっぱ毎度毎度違う現場で、はい、違う人たちと会って、うん、自分のポジションも全然違うっていうところで、どこが自分の居やすい場所なのかなって考えるのも、うんうん、まあ、ちょっとメンタルトレーニングにはなってるのかなと思うし、うん、上の人が多い現場もあれば、はいはい、それから後輩の多い現場もあればということで、はいはい、ね、うん、その立ち位置変えていかなきゃいけないですし、そうですね、なので居心地のいい場所、例えばなんか、うん、あこの人と喋ってると落ち着くなとかいうのを見つけたりとか、はい、うん、あとちょっとこうなんだろうな、コミュニケーションうまくいかないなって、はいはい、あ思うことがあったら自分からもっと話しかけてみるとか、うん、なんかそうやってこう自分のこうメンタルの居心地の良さをこう整えるっていうのはやってますね、うんうん、コロナ禍でリスナーさんも大変で、なんかずっとモヤモヤしてるとかって人もいると思いますし、うん、そういう人たちに向けての今週4人のゲストの方を招いてのメンタルウィークなんですけども、はいはい、僕のお知り合いの方でいつまでも変わらず若い方がいて、はい、その人とお話しした時も同じこと言ってました。もう本当ですか？好きな人としか会わないって言ってました、その人は。なるほど。同じことだと思うんですけども、どうしてもやっぱ仕事で会わなきゃいけない人はいると思うんですけども、はい、自分がこの人と話してて楽しいとか楽だなっていう人と必要以上に連絡して会ったりするって言ってました。わかります。だから私もその、あの古舘さんの回聞かせていただき、月曜日古舘、聞いていただいたんですか、はい、ありがとうございます。八代さんと古舘さんの、はい、もうあの褒め合い、はい、あれだって思いました。これがメンタルトレーニングだと思いました。猫の舐め合いと古舘さん毛繕い合いと言っておりましたけども、はい、いや私もその、はい、よく話す友達はいるんですけど、はい、あのそのことリモートでつないで、はい、あのお互い褒め合うんですよ。なんか、うわ今日朝から散歩したの偉みたいな、散歩したの偉とか、あと家事ありやったとか、そう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 、洗濯したとか、自炊したとか、そうそうそう、仕事したとか、はい、偉いっていう、偉い褒め合うの大事ですね。はい、モチベーション上がりますもんだって。 あと知り合いとか友人がたくさんいる必要って、うん、大人になるとないなって感じるというか、はい、本当にそういうふうに自分の心をオープンに緩やかにできる人が、うん、はい、一人でも二人でもいることが一番大事ですよね。大事ですね、本当に思います。これラジオ聞いてくださってる方もそういう方がもしいないようであれば、うん、こうね、推しだったりとか好きな作品だったりとかに頼ることもいいですけど、僕社会人になってできた親友という方も、はい、数人いるので、はい、いくつになってもできることだと思うんですよ、うん、心許し合える人に会うっていうのは、うん、
だから諦めずに、はい、コミュニケーション取ってほしいなっていう。探してほしい。今ねなかなか難しいけど、はい、でも見つければねもうどういう手段でも連絡取れますもんね、はい、そうですね、うん、あの古舘伊知郎さんの月曜の回聞いてくださったということなんですけども、はい、今週のうちの番組のゲストさんが、はい、月曜日古舘伊知郎さんから始まって、はい、ロバートの秋山さん、はい、松平健さん、はい、そして花澤香菜さん。なんで？でそうですよね、目の前で言わせちゃった。なんでですよね。ちょっといかつめの年配のおじさま方が出てる流れで。私は光栄すぎるんですけど、なぜこのメンバーの中に入れていただいたんだろうってすごく知りたいです。いやだからもう本当に古舘さん、はい、松平健さんと並ぶ重鎮感ですよ、本当ね。ロバート秋山さんに並ぶ。ちょっとあのイージーゲストすぎるんですけど。いやいやいや、そんなことないですよ。フィナーレですので、ね、最終日を飾っていただくのはやっぱり花澤香菜さんで、すべてのバランスを取ってもらわないといけないという部分もあります。さあお聞きいただいているのは本日のゲストです、花澤香菜さんの楽曲星空ディスティネーションでございます、はい、そしてですね9月29日にニューシングル、はい、ムーンライトマジックリリースされます。はい、あの9月29日なんですね。そうです、まだまだなんですね。まだ先なんですよ。ドラマの主題歌って、はい、オープニングということなので7月からドラマが始まってるので、はいはい、結構先行してですね、はい、うん、ドラマが終わるぐらいのタイミングでリリースされるということです。はい、今お聞きいただいてるのがそうなんですけども、歌詞は花澤さんご自身が書かれているということです。どういったイメージでまずは楽曲を。そうですね、はい、その曲が先だったんですけど、はい、この何でしょう、ちょっとキラキラしたメロディー、うんうん、さっき星のディスネーションかけていただいてましたけど、はい、それに通じるような、はい、なんか恋愛のきらめきみたいなものが、はいはい、感じられるなと思って、うん、なのでちょっと恋愛の歌詞を、はい、初めて作詞して初めてですか。そう、作詞自体はやってたんですけど、でも恋愛テーマっていうのは初めてで、はい、うん、そうですね、やってみました。自分の中のこうときめきを、韓国ドラマから得たときめきをそちらから成分ももらって、はい、そうですね、めちゃくちゃキラキラしてる楽曲ですよね。うん、そうなんですよ。あとやっぱその何でしょう、自粛期間中になんか自分の好きなものばっかりやれる時間っていうのができて、はい、1ヶ月ぐらい本当にお休みになったので、うん、そういう時に、ああなんかやっぱときめくことって大事だなって、はい、そう自分でこう取りに行かなきゃいけないなって思ったんですよね。なるほど、はい、なのでなんかそういうなんだろう、日々ときめいて生きていきたいよねっていうちょっと前向きなメッセージも込めさせてもらいました。なので恋愛の歌っていうだけじゃないかなっていう感じですね。メンタル案件やってますけども、確かになかなかこの白馬に乗った王子様が現れないように、はい、僕はよく白馬に乗ったお姫様来てほしいなと思うけど、まあ来ないじゃないですか、なかなか。来ないんですよね。で、そんな中でドキドキとかキラキラって、はい、まあ、たまに降ってくれたら嬉しいですけど、うん、ある程度は自分で取りに行かないと。そうなんですよ。日々ちっちゃなときめきを、私パン屋さん大好きなんですけど、はい、もうパン屋さんに移動中に寄って、はい、このトングをこう持っている瞬間にすごい幸せを感じて何にしようっていう。なるほど。そうそう、パンをこう品定めしている時に、はい、目の前に宝石がいっぱいある状態ですもんね。そうそうそう、何をつまんであげようかしらと、はい、確かに自分でドキドキキラキラ取りに行かなきゃいけないかもしれませんし、ドラマもまさにそういった内容で。そうなんですよ。そうなんですよ。好きなものを自分で好きって言わないと、心の中で好きって気持ちがどんどん減ってくっていうので、喋、はい、うん、ることがあまり得意じゃない、はい、みそのという主人公が、はい、元乃木坂46の、伊藤真理香さんなんですけども。伊藤真理香さん最高ですね。最高です、本当に。本当にぴったりですね、はい。なんかこの子をずっと見ていたいって思わせる魅力がありますよね。はい、あります。うん、表情もコロコロ変わって面白いですし、そうそうそう、はい、エンディングでは毎週違った踊りを。あれも、
また西名さんの曲もいいんですよね。いいすよあれ、そうそうそう。ただこのオープニングの花澤さんの楽曲がかかって、そのみそのこと、はい、あの伊藤真理香さんがですね、はい、ジオラマのところで街の風景でいろいろ旗立てたりとかやってるんですけど、僕オープニング見た時に、はい、曲もねどういった曲か知らずに脚本をずんずん進めてて、はい、監督の中では曲を早めに知ったりとか、はい、ジオラマにしようとかあると思うんですけども、はい、僕たちも完成してから知ったんで、そういうタイミングだったんですね。あんなに可愛いオープニングになってると思わなくて本当に。あとなんかすごく細かくこう演出してくださってて、はい、あの花澤香菜ムーンライトマジックって文字もジオラマの中に入れてくださったりしてて、はいはいはい、もうなんか私もあのドラマのリアタイって久々にやったんですけど、はい、もうなんかキャーって言いましたもんいやオープニングいいですよね。よかった。いやでもこれは花澤香菜さんの楽曲があるからというところも本当にあると思います、テレビ東京系ドラマお耳に合いましたらです、はい、毎週木曜深夜0時30分35分のこともございます。まさに今夜ということで、そうですよ、第9話になります、はい、今日はスピンオフ編で僕が脚本やらせてもらってるんですけども、吉野さん脚本会ですよね。あの全くここまで見てなくても大丈夫でございます。初めて見てもあもう全くスピンオフなんで、なるほど。毎週ラジオレジェンドが出てきてですね、はいはい、第1話は吉田照美さんだったりとか、はい、それからですね TBS ラジオのあの玉結びの赤井さん出たりとか、はい、いろんな方出てるんですけど、個人的には今日スピンオフなんでそういうシーンはないんですけども、はい、スクールオブロックという東京 FM の全国10代向けの番組の初代の校長先生をやっていた山崎重則さん、はい、俳優の山重さんが出てるんですけども、僕はそういうレジェンド枠としてお願いしてブッキングしていただいて、なんかその辺もこう加味して見ていただけたらなと思いますし、そういうブッキングとか、そのなんかキャストのイメージとかも、はい、吉野さん考えたりして、プロデューサー監督さんが中心です。僕はほとんど、あ、そうなんですね、ほとんど言ってないんですけど、この山崎重則さんと、はいはい、他だけはレジェンドだったりとかちょっと言わせていただいてるという感じでございます。へー、早く見たい。さあお聞きいただいたのはですね、先ほどずっと話させていただきました花澤香菜さんのですね、9月29日にリリースされますニューシングルです、はい、ムーンライトマジック、はい、こちらですねもう一曲入ってるんですけども、これもね、はい、もし皆さんよかったらね、港の見える丘、これも可愛い楽曲ですよね。ありがとうございます。でこれどこまで言っていいのか分かんないんですけども、はい、このさっきの曲とこの港の見える丘もですね、はい、中国語でも、そうです、中国語バージョンも入っています。港の見える丘は中国語の方でもちょっと聞いてみたいなとか思いながら、そうですね、はい、そうそう、結構めちゃくちゃマッチするしそうだなという、はい、で今日はですねメンタル案件いろいろここまでにお伺いしました、はい、そして僕もですねこうちょっとメンタル整えるのに大事な人とか好きな人と話す時間を作ろうと思いました、はい、そして初登場なんですけども、お時間がもう、うん、ああもうあっという間だ。そうなんですよ、はい、ラジオの前の皆さんが花澤香菜さんをもっと知りたいという方はどうしたらよろしいでしょうか。あ、そうですね、ホームページが、ホームページとかツイッターなどがあるのでそちらを見ていただきたいんですが、まずやっぱ9月29日の、ムーンライトマジックリリースぜひチェックしてみてください。あとオンラインリリースイベントとか11月21日にショーケースライブなんかもあったりします。あとこれ初情報なんですけど、はい、9月15日からムーンライトマジック先行配信が始まります。あ、そうなんですね。ちょっと早めに全部聞けるっていう感じになりますので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。そしてですね、東京 FM 的にはなんと今週はいろいろな番組に出ていただけるということで、はい、お昼12時日曜日ですね、キャリーパミパミさんの番組チャプターゼロタッチユアハート、そして夕方5時から日曜日です、こちらもアベレージの方にも、はい、そうです、あと今夜東京スピークイージーもあったりして、はい、1時間スピークイージー、東京スピークイージー、ちょっとですね、東京 FM 節操なくなったなっていう感じそして文化放送さんと揉めなければいいなっていう、そういう、もうその気持ち一つで、揉めないです、揉めないです、大丈夫ですね、大丈夫です、いろいろ時計の番組こちらも含めまして出ていただきまして、はい、今週はありがとうございます。ありがとうございました。そしてドラマの方でもこう、はい、一緒にご一緒に仕事できたというご縁もありますし、また、スカロケのこの番組の方にもぜひ遊びに来ていただけたらなと、よろしくお願いいたします。それでは最後になりました、ラジオの前のリスナー社員に一言お願いいたします。はい、皆さんメンタルね
気をつけて、一緒に頑張ってこれからも生きていきましょう。変なメッセージになっちゃった。変なリスナーに言いながらもいきなり私もこれからも生きていきますっていう生存宣言ありがとうございます。嬉しいですよ、花澤香菜さんファンからしたら私はこれからも生きていくって言われたらこんな頼もしいことはないですよ。やだ、ごめんなさい。いやいや、不安定な時代ですので、ちょっと想像と違ったんでしょうね、ご本人も今ちょっと顔の方が赤らめている状態で、お父様聞いてらっしゃいますでしょうか。娘さん絶好調でございます。ありがとうございます。ごめんね、お父ちゃんということで、ね、大丈夫ですか。じゃあ大丈夫です。分かりましたということで、はい、本日のゲスト花澤香菜さんでした。これからも生きていくということでありがとうございました。ありがとうございました。